なんだなんだ、一体この看板は。映画のポスターみたいだね。映画？なんだかすごい怪物が出てくるみたいだな。それにかっこいい王子様もよ。今夜7時からハスの葉広場でケロン王子の大冒険を上映しますですって。へえ、こいつはめちゃくちゃ期待できそうだね。うん、ケロン王子といえば7つの世界を治めた伝説の英雄だからね。でも一説によるとケロン王子はとても弱虫だったとも言われてるんです。まさか、映画の主人公が弱虫なはずないよ。で、まあそれはそうですけど、とにかく見てのお楽しみ。そうそうケロケロケロッピの弱虫王子の大冒険。ふわ、はい、ふわ、誰か助けてよ。僕だって助けてあげたいよ。でもケロン王子、一体どうなってるんだ。そろそろ頃合いだぜ。久しぶりにうまいごちそうにありつけそうだな。湯加減もそろそろ良さそうだ。やだ、仮面になるなんてやだよ。さあ、美味しく煮てあげるよ、ソリ。残り1個だよ。それでは最後の風船パッチンね。うな、なんだ。うわ、地震だ、地震。あお、様映画じゃねえか。さあ、腹減った。なんか食いに行こうぜ。うわ、ああ。あの人たち、ゴミを散らかしたまま帰る気よ。畜生、俺の体がもっと出かけりゃな。あ、ちょっと待ってください。あ、なんか言うかよ。ゴミはちゃんと持って帰りましょう。何言ってんだおめえ。俺たちに喧嘩売る気か。何度でも言います。自分のゴミは自分で持って帰ってください。おいチビ、俺たちがいつゴミを出した？証拠あんのかよ。証拠？偉そうな口聞きやがって。ケロッピの言う通りだ。あ、何？俺は見てたぞ、お前たちがゴミを捨てるの。そうよ、もしは反省したらどうなの。そうだそうだ。こんな奴らに関わっていられるか。行くぜ。さあ、ゴミを持って帰って。おい、早いとこゴミ拾って帰ろうぜ。
自分の